我慢しなくてもダイエットが続けられる方法をお伝えします。あなたはこんなことがないですか？もう夏も、目前、もう今年こそは絶対に痩せるぞとこう心に決めてですね、一日頑張った後もうものすごく疲れてるのに、夕方頑張ってウォーキングやこうジョギング一生懸命してみたりとかですね、あとはまあ普通だったらこう頑張った自分へのご褒美としてお気に入りのカフェだったり、あとまあパン屋さんとかケーキ屋さんですよね、そういったお店にこう立ち寄って何かね買って食べたいなと思うんだけれども、いやいやいや我慢しようって、もう本当にねこう日々もう我慢我慢で頑張っているのに、まあ、なかなかこう体重に変化が出ない、痩せなくて、逆に確実に体重だけがこうどんどん増えてきたな、もう嫌だなって、もう本当に嫌ですよね。もうこんなに我慢してるのになんで体重って減らないんだろうって思いませんか？そんなあなたに朗報です。この動画をご覧いただくと我慢しなくてもダイエットが、続けられるんです。でその、具体的な解決策を今からお伝えしていきますね。こちらポイントは腸内環境なんです。実はこの腸内環境が良くないともう何をやっても痩せることはできません。なぜかというと痩せ体質にそもそもこう基本がなっていないのに何をしてもその、まあ、効果がこう出ないということになってしまうんですね。でこの今回の解決策に活躍してくれるのが水なんです。私もこのお水ダイエット実際行っているんですよ。日々取り組んでるんです。こう楽しくですね。ではまあ、大体そのお水の取り方なんですけれども、まあ、最低でも 1.2 リットルから2リットルは、まあ、飲みましょうねっていうその、まあ、標準のこう、まあ、基準値があるんですけれども、まあ、それはやはりその体液をその循環させるためにやはり必要なんです。でここでいうお水というのはできればその天然水であったり浄水であったり、まあ、良質のお水ですよね。プラス冷たいものはNG です。なぜかというと冷たいものを飲んでしまうとこのそもそも腸がですね動かなくなってしまいますから、ここでいうお水というのはその常温か、まあ、温かいものになります。そしてそのなぜそのお水を取ると、ダイエットになるのかというところなんですけれども、その効果がものすごく大きいわけです。まず一つ目は先ほどの腸内環境ですね。腸内環境が良くなれば痩せ体質へとその変わっていけるからなんです。でそのことで2つ目、代謝がものすごく上がります。なぜかというとその腸がその良い状態ですと内臓がですね元気にこう活性化していくんですね。で実はその、まあ、別の動画でもお伝えしてるんですけども、痩せるためにはその基礎代謝が高くないとダメなんです。でその基礎代謝を上げるためには筋肉をつけてですね運動してですね筋肉をつけるよりも内臓が動いてくれる方が代謝がですね上がるんですね。割合が全然違うわけです。もちろん筋肉も大事なんですよ。でもその確率に効果をその早く上げるためにはその割合が高い方に集中した方が早いじゃないですか。なのでその時にやっぱりこう内臓な時にやっぱり腸内環境がいいというのがもうね大前提なわけです。なのでそのことで代謝が上がりますよ、燃えやすい体になるんですよということです。でそのことで最後デトックスですね。いかがですか？何かこう最近、まあ、体重が増えてきたということはこう脂肪を溜め込みやすくなってたり水分がこう溜め込みやすくなる、要はこうむくみですよね。水分代謝や脂質代謝が悪いわけです。それが結局太る原因になっているわけですよね。ですから逆に言えばそのどんどん溜め込んでいるその余分な水分であったり、体脂肪であったりそこをどんどんデトックスできれば確実に痩せることができますよね。そのためにもやはりその源はお水なんです。お水じゃないとその体液が回らないわけですから、まあ、例えばここで言うのはこの、まあ、お茶ですとか、まあ、スープとかそういったのは水分には入れないんです。それも別ですね。
まあ、カフェイン系もそうですしね、ここで言うのはもうお水です。だんだんと腑に落ちていただいておりますでしょうか。そんなにお水って大事なんだなっていうことなんですね。でこういったお話を聞いてくださったクライアントの方とかですね、いろんなお声いただくんですけれども、分かりました、お水ってそんなに大事なんですね。 でもね先生お水かってね、おっしゃる方も実は多い。なぜかというと、その飲みつけてない方っていうのはその味がないので、そもそもその飲もうってあまり思えないっておっしゃるんですよね。でそのお気持ちよく分かります。過去の私もですね、お水なんでも飲んでなかったですよ。お水みたいな感じですよね。思いませんか？普段お水飲まない方って多分過去の私と同じだと思うんですよ。いや水なんて飲みませんよ、もう薬でさえもどうかな、お茶で済ませちゃうかなみたいなね、方がほとんどじゃないかなって思うんですよ。で、これはその習慣化するまでにやはりこう続けることが大事、継続は力なりですよね。もう何でもその時はできるんだけど、続けるって難しいじゃないですか、どんなことも。要は習慣化するまでが難しいわけです。なのでここで今からあなたが楽しくですね、習慣化するまで続けて、その我慢しなくてもダイエットが続けられる方法を具体的にお伝えしていきますね。水分ってね、いろいろありますけれども、できればですね、そのカフェインを飲む量が多い方というのは逆にむくみますよ。カフェインを飲んでしまうと、そのどんどん利尿作用で水分を出そうとするので、体がですね、そのホメオスタシス、恒常性といって、あ、保たなきゃってすごくその反応してしまって、逆に水分溜め込もうってするんですよ。なのでコーヒーとか紅茶とか緑茶とかですね、そういったカフェイン系は適量ですよね。でどうしてもその飲みたいっていう方はですね、飲んでもいいです。ただし例えばコップ1杯コーヒーを飲んだ方は、必ずそれと同じ量のお水を飲んでください。必ずセットで置いて準備してください。コーヒーと同じ量のお水セット、紅茶もそうです。そうされたら大丈夫ですよ、むくみにくいと思います。さあそれでは具体的な方法ですね。お水ダイエットの方法です。ポイント、続けるポイントですよね。先ほど平均がね 1.2 から2リットル飲みましょうねとお伝えしましたが、個人差ってありますよね。個人差なので計算式があります。あなたの体重かける30ミリリットルなんですよ。例えばあなたの体重が50キロだったとしたら、かける30ですから、お水の量は1日かけて最低 1.5 リットルなわけです。あと計算してみてくださいね。いかがですか？どれぐらいになりましたか？さあでここでその、1.5 リットルをですね、例えば忙しいからといってその一気にだーみたいなね、飲んだら逆効果です。良くないんですよね。全然吸収できないまま終わってしまいますから、できればお水だけはですね、もう小分けにして体内に入れても大丈夫です。これが食べ物になってしまうと、どんどんインスリンが出て太ってしまうので、同じ摂取カロリーでも小分けに分けて食べた方の方が太るんですよね。もうこれはもう本当に鉄則ですから気をつけてくださいね。必ず食べ物の場合はまとめて食べるです。よく噛んでいただいて。ただしお水の場合は分けて飲む方が良いです。でその時の1回の目安はもう大体コップ1杯程度で収めましょう。ですから 1.5 リットルを1日かけて小分け飲むって結構な回数になりますよね。そうなんです。そこはもう工夫が必要なんですね。でその時の飲むお水の種類なんですけれども、天然水、浄水ですね、良質のお水を選びましょうということと、冷たい、お水は NG ですよ、なぜなら腸が冷えるからですよ、そこでしたね。でここで硬水軟水って聞かれたことありますよね。ここで一つアドバイスです。もしあなたが便秘で困っていらっしゃる時は、ぜひ硬水を多めに飲んでください。なぜかというと、硬水ってすっごくミネラルが含有量が多いんですね。
その中でも特にマグネシウムっていうミネラルが豊富なので、このマグネシウムがその便をこう柔らかくしてくれる作用がありますし、必須ミネラルのこう結構上位に来る大事なミネラルですから、硬水を飲んでください。で、硬水はまあ大体ヨーロッパ地方の水が多いですね。で、逆に便が緩いっていう方は硬水飲んでしまうと辛いですよ。なので逆に軟水を飲みましょう。便が緩い方は軟水です。で、これはもちろん私たち日本人の、慣れ親しんだお水ですよね。日本で主に取れるお水、まろやかでこう飲みやすくてですね、ヨーロッパ地方はちょっとこう硬い味がしますよね。とこう苦味があると言いますか、ちょっぴり飲みにくいかもしれませんけれども、お腹の状態に合わせて飲んであげてくださいね。では今からポイントです。どんなことも続けないと意味がないですよね。その時に続けるポイント、ここからが一番大事ですよ。まずは今までお伝えしたお水のダイエットが続けるためには、もう最初から、例えばあなたが先ほどの 1.5 リットル必要だったとします。するともう先に 1.5 リットルもう測って、ペットボトルでもいい、水筒でもいいです。もう準備しましょう。目安が分かるのが大事なんですよ。あ、私は今日これを全部飲めば、この量を飲めばいいんだなって分かれば、もうね安心なんですね。絶対これ飲もうってもうその決めることができるわけです。ですから必ずあなたの適量を測って、しかもですね、しまい込まないでくださいね。しまい込んじゃダメです。いつもあなたのそばにですね置いてあげてください。よしよしと可愛がってあげていただきたいですね。私も常に置いてますよ。常に置いてます。そばにも置いてしまうということですね。遠くに離さない、冷蔵庫に入れないです。おそばに置いてあげましょう。そして絶対私は飲み切るとこう決めるわけです。できます。では2つ目、ルーティーンを決めるです。そうは言っても置きっぱなしでですね、ほったらかしてたら、ああ今日も飲めなかったってなるわけですよ。あるあるですよね。あるんです。ですからもう必ずルーティーン決めましょう。で、私も決めています。朝起きてすぐ、朝食の前、朝食の後、それから休憩時間は毎回で、お昼ご飯の時間帯の前後ですよね。で、また休憩時間のそのこまめの時間にちょこちょこ入れるわけです。で、晩ご飯の前、あとお風呂の前と、あと寝る前、すごい回数でしょ。私すごい回数飲むんですよ、水。それぐらいもう決めちゃうってことなんですね。決めてしまう、そしたら習慣化しますから。だいたい人の脳はですね、毎日続けて3週間経った頃からようやくその習慣化されると言われてますから、そうは言わず、そうですね、余裕を持って1ヶ月、まずは1ヶ月続けてみてくださいね。そうすればあなたのお体がこう習慣化されて、自然に飲むことがおできになります。では、最後、バリエーションです。これ大事なんですよ。水ってですね、慣れたらすごく美味しく感じることができるんですけれども、そうは言っても味がないんですね。で、特に私が実践しているファスティングというダイエット方法の時は、集中ファスティングの時はお水とか、ルイボスティーとかですね、もうほぼほぼお水しか飲めないっていう日があるんですね。あと酵素も飲みますけれども、その時はやっぱり味がね、ちょっとこう恋しくなったりするんですよ。もうなんて言っても食べれないわけですから、こう味が欲しいってね、なる時もあるんです。で、その時に、私別の動画でお伝えしています麹ドリンク、究極の痩せるドリンクなんですけれども、これは何かと言いますと、米麹とお水だけなんです。材料は米麹と水だけ。これは毎日飲んでるんですけれども、その麹ドリンクを飲んでバリエーションを増やす、あとレモンをこう絞ってバリエーションを増やす。で、私は大分県民ですから、レモンよりもやっぱりカボスが多いですね。カボス、大分の代表的な特産物ですから、カボスドリンクといってですね、お水にカボス絞ってカーと飲んだりして、爽やかとかね、そんな気持ちになったりしています。で、あとはまれですけども、あんまりこれ飲みすぎると良くないんですが、炭酸水ですね。で、この炭酸水はやっぱりこうぬるいのって美味しくないじゃないですか。私もさすがに炭酸水はですね、ちょっと冷やして飲んだりするんですけれども、
この時の炭酸水はもちろん無添加ですよ。お砂糖も香料も入ってないものです。まあ、そこにまたこういったね、麹入れたり、そのレモン入れたり、まあ、かぼすとかその絞って入れてもいいと思うんですけれども、ちょっとこう味をつけていただくのも1日のその摂取量を取るポイントになります。さあ、いかがだったでしょうか。ダイエットがね、もう我慢我慢で苦しんでいらっしゃるあなたに一つでもお役に立てていたらもう本当に嬉しいです。で、またあなたご自身もそうですが、あなたの大切な周りの方、困ってらっしゃる方にぜひこのお話シェアして差し上げてください。そしてあなたからどんどん幸せを届けて差し上げてくださいね。またこのお話繰り返しご覧いただいて、繰り返し思い出して日々の生活に取り入れてください。そしてこの話役に立ったなと思っていただけましたら、高評価ボタンとチャンネル登録をよろしくお願いいたします。